か。こんにちは。さあこの時期、まあ、戦力外であったりとか、あとまあ引退する選手たちも続々と出てきているんですが、はい、その中の一人、DeNA の大和選手が、はい、来季の戦力構想から外れていることが分かったというふうに、伝えられました。ちょっとあの前の記事にはもうなるんですけれども、まあ、大和選手というと最近ではやっぱり代打とかで勝負強さを発揮したり、あと守備、ショートであったりとか非常に定評はあるんですけれども、ちょっと戦力外ということでびっくりしたファンも多かったと思うんですけれども、まあ年齢的にな、まあ、あれだし、今年の成績を見るとさ、はい、まあ、危ないっちゃ危ないよな。そうですね、今シーズンは42試合に出場して打率が2割4分7厘3打点、得点圏打率が0と0割5分0厘ということで、現在は出場選手登録を抹消されています。まあ、まあ難しいけども、あの、まあ、ショートをねやりながら、まあ本当にあのうまかったけども、うん、森が林が、まあ、強打がというね、まあ、激戦区だよな、はい、だからまあそこら辺で、まあ、年齢とともにというね、うん、まあ、そういうことはもうしょうがないことかなというふうには思うけども、うん、阪神から FA で来てくれた、はい、で片岡がヘッドコーチをやってる時に阪神の、まあ、その時に多分 FA で DeNA に来てくれたと思うんだけども、はい、まあ、その時あのスイッチかなんかやってたんだよね。あ、そう、うん、それであの右に専念したいということ、はい、それとその時はね外野をやったりだとか内野をやったりとかもするケースがあったんだけども、これは片岡に聞いた話なんだけど、うん、ショートで誰が言う阪神って一番うまいんだって、その時ね鳥谷もいたんだけど、鳥谷がもう晩年かなんかで、うん、だからショートを作らなきゃいけなかった時期なんだよね、はい、その時誰がうまいんだって言ったら、俺外野のイメージしかなかったんだ、山本センターで、はい、そうそうそう、でなんかシリーズとかもさ、うん、飛びついて、はい、大ファインプレーしたとか、うん、まあ、いろいろあったじゃない、うん、だから外野のイメージしかなかったんだけど、いやそれは大和がお前ですって、嘘やろって、はい、お前なんちゅうこと言うんやっていう話から、実際やってるとこ見たらめちゃくちゃうまいんだよ。あ、そうだったんですね。え、そうなのって言ったら、いやそうですよ、大和が一番うまいですから見といてくださいよって、うんうんうん、まあ、それがあの FA でね宣言してもっと試合に出たいということで、はい、まあ、DeNA に来た、うん、DeNA に来てからはおそらくね外野手って数試合しかないと思うんだけども、ほぼショートでね、うん、で、まあ、その DeNA では力になってくれた、まあ、選手なんだけども、やっぱうまかったよな。それと今年得点源打率がゼロっていうことだったんだけど、はい、本当に勝負強かったな。代打で出るとそうでしたよね。まあ代打に出てもショートでね、あのレギュラーでも、そうスタメンで出た時でも言ったことあるんだよ、うん、お前ねって汚いって、うん、卑怯だって、うん、お前でランナーいない時打つ気ないだろみたいないや、そういう人いるんだよ。あ、そうなんですか。やっぱね集中力の量っていうのを考える人がいて、それで、うん、いや無駄な時に集中しない、うんうん、でもその使わなかった集中力をランナーがいるときこの打席だと思って集中力をグーンと上げる人間がいるんだけど、はい、その一人だなって言ったことがある、うん、いやそんなことないですよ、ちゃんと打とうと思ってますよって言うけど、うん、でもお前勝負のところで言えば全然集中力違うだろうって、いやそれは違いますと、だからそれを俺が言ってんだって言ったことあるんだけどさ、はい、まあ、そのぐらいやっぱこう集中力の使い方っていうのがすごい上手い人間だったな。だからまあ何でもない頃エラーする時もあるんだけど、はい、ここで絶対エラーすんなよっていうところでエラーしたのは見たことがない。やっぱ守備の選手だったんですね。まあまあ守備の選手っていうか、そう守備でもそういう集中力の使い方をしてたという、うん、いやだからやっぱこう職人っぽいよね。確かにそうですね、うん、だからまあそういうのはすごくずっと感じてたかな、大和にはな。あの近年はねちょっとあの難病、はい、あの伝統病であることも明かされていまして、で現在はまあ現役を続行するために生体腎移植が可能かの検査を進めていて、可能な場合にはその移植手術を行う予定であることも今シーズン中には明かしていたんですけれども、そういった中での、まあ、ちょっと戦力外ということになってしまって、でもただご本人はやっぱ現役続行したいっていう気持ちがある。まあそうだな、まあ、体が動くしね、まだね、はい、今年なんか不完全燃焼で終わりそうやしな。そうなんですよね、うん、だから
まあ、けじめとしてまだ自分の中ではけじめがつかないっていうね、まあ、そういう判断だろうけどもね、まあ、これはやめるのは簡単だし続けるのはね、まあ、常に言ってるけど難しいことでね、続けられるチャンスがあるんだったらね、まあ、やった方がいいし、でも他の球団でうち大和選手欲しいです、ぜひ来てくださいっていう球団っていうのはありますかね。わかりません。そうですよね、そうですよね。でも私あると思うんですけど、ね、いや、あるんだったらやっぱりいいよね、あるんだったらいいと思うけども、そう簡単ではないよ、もちろん、うん、やっぱベテランはね、ある程度出がらしになっちゃうから、もうこの時期は、うん、あのこの時期っていうかこの世代というか、はい、だからすごくこう若手も入ってきてるし、育成という制度もあるし、だから本当に選手っていうのは豊富にいるんだよね、次待ってる選手たちが、うん、だからなかなかやっぱ難しいと思うけども、うん、まあ、チャンスがあればいいなっていうふうには思ってるけどもね。例えばそのスタメンでは難しいけれども、代打でいてくれるとやっぱり大和選手嫌だなとか、足も速いしとか、そういう意味で代打でもっていうチームってあるんじゃないかなとか、あとはこの後輩にその姿を見せて何かこう伝えるとか教えるっていう意味でもどこからあるんじゃないかなって。どうやろうな、難しいですか。やっぱショートというポジションっていうので、うん、年齢的なことを考えると厳しいっていうのはもう一目瞭然わかるよね、うん、でやっぱバッティングは非力なんだよね、悲しいかな。そうか、これが一発の魅力を秘めてるっていうんだったらちょっと面白いかもわからないけども、うん、まあ、これ厳しいこと言うかもわからないけども、なかなかやっぱこう単打だけで勝負強さっていうのは結構厳しいよな。そうなのか、うん、例えばコツンと当ててヒットして、まあ、例えば、まあ、1年間現役やりたいのって、うん、やった後にコーチやってくれるかっていうふうな条件付きならあるかもわからないね、うん、あ、そうなんだ。で割とやっぱこう職人で自分のこう形とかポリシーだとか打席に入っての勝負強さの出し方とか集中力の配分だとか、そういうのは彼は持ち合わせてると思うんだよね。だからそういうことの条件で入るっていう可能性はあるけどね、まあ、選手兼コーチみたいな形でも、だからコーチのなり手っていうのは今ちょっと少ないでしょ。やっぱやりたがらないんですよね。やりたがらないと思う。それはなぜかというとやっぱコーチの指導ができないというね、はい、いうこともあるし、ただそれはなんか大和は今の人間だから、うん、それをすごく心得てると思うしね、今の若手と接触の仕方っていうのを、いやだからすごくいいコーチになりそうな感じもするしな、はい、だからそういう条件で入るっていう可能性はある。そうですよね、うん、そうなってくれると俺も嬉しいけどね。そうですよね、うん、いやただね、この時期にDeNA が戦力外かと思ってやっぱりちょっとびっくりしました、ね、ファンの方もやっぱり SNS で大和選手が戦力外なんだっていうのはちょっとびっくりっていうコメントがすごく多かったので、うん、まあそうか、まあ、大和は体型的に若く見えるしな。見えません、すいません、もう最初から老けてるからさ顔は。そこですか。いやいや最初から老けてるから老けないんだよ。 あいつ一定の時期来るとそうなんですよね、全然吹けないんだよ。あと体型がやっぱりシュッとしてるんで動けるじゃないですか。そうそうそう、やっぱそういう意味でもそうなんだ、全力がいいみたいな。そうだよね、うん、いやだから、まあ、得はしてるよね、はい、吹け顔でね。吹け顔、いや吹け顔だよ。でもずっと変わらないんですよね。いや変わらないんだよ、うん、でも大和とはもう阪神時代からずっとなんかこういろんな話をしたりとか、はい、あったら挨拶を交わし、うん、まあね、冗談言ったりだとか、うん、まあでも本当に素敵な選手だというふうに俺も思ってるしね、うん、続けられるといいな。そうですよね、ここでじゃあ引退しますではなくて、うん、まだ現役続行やりたいということはやっぱまだまだやれる、やり残したことがあるし完全燃焼してない、やれますっていうその証でもなんかあるのかなと本人、うん、自分的に、うん、そうだな、まあまあ、病気という、うん、そういう戦いもあるけども、はい、少しでも長く、うん、まあ、野球をやっていたいっていうね、うん、自信があるかは別問題として、うん、そういう気持ちがあるんだろうな。そうですよね、だから悔いを残したくないっていうね、うん、だからまあ
叶えられるといいな。そうですね、まあ、それだけだな、願いはな、うん、まあ、それが叶うのか、それがセリーグのユニフォームなのか、パリーグのユニフォームなのか、どこになるかまだ全然わからないですけれども、来シーズン新しい何か。でもね、ヤマトにね、うん、伝えたいことは、はい、その日本のプロ野球、これも野球だけども、いろんなところに野球が存在してるよね、うん、はい、それも野球だよ。でね、ヤマトはプロ野球しか知らないと思うけども、いろんな野球を見るといろんなところに魅力が隠されてる、野球っていう、はい、だから NPP じゃなくても続けるんだったら続けてほしいなと、うん、やっぱありますね。例えば独立リーグでもあるし、そうそう、それもそうだし、うん、いろんな野球があるんだよ、はい、でもそこで学べることってヤマトたくさんあるから、だからそういうところにもこう広げてね、うん、すごくやっぱヤマトって野球が好きだろうと思うし、うん、いろんなことも勉強したいと思ってるはずなんだよ、はい、だからそういうところも野球だよっていうアドバイスはしときたいな。うん、だからいろんなことをこう吸収してね、はい、で、まあ、すぐコーチにならなくてもいいけども、うん、やっぱこう情熱があるんだったら後輩の指導にも、ね、うん、まあ、役立つし、はい、うん、まあ、頑張ってほしいなと思うね、はい、はい。